飯田正人は、最高位戦日本プロマージャン協会に所属した、競技マージャンのプロジャン氏。富山県出身。早稲田大学法学部卒。血液型は A 型。池袋のジャンソー、ハッピーのマネージャー、立教大学側に立地した、ジャンソー、律の経営を経て1981年、32歳の時に、第6期最高位戦、B リーグで、プロデビュー。 プロデビュー後はしばらくタイトルに縁がなかったが、最高位戦と同時に参加していた101競技連盟において初タイトルとなる第5期8勝位を獲得。1989年に最高位を初めて獲得し、以後1993年まで4連覇。2009年に10回目の最高位を獲得してからは、協会から公式に衛星最高位と呼ばれるようになった。 通算10期の最高位保持は史上最多。第7期に勝備リーグ、第8期に A リーグへ連続昇級する。以来、2010年まで28期連続 A リーグを維持。2011年は体調不良のため特別休場。テレビ公式対局にも早々期から関わり、モンド麻雀プロリーグには第1回モンド21杯から参加。名人戦にも、 1> 第1回から出場し続け、第6回名人戦では、決勝第1戦ラスからの大逆転で、名人戦では、初となる3度目の優勝を達成。これにより、第8回モンド座決定戦の出場権を獲得していたが、体調不良で欠場し、準優勝だった前原雄大が繰り上がって出場。この第6回名人戦が、最後のテレビ対局、公式対局となった。 2012年5月18日未明に大腸がんのため亡くなった。同年に A リーグへ復帰の予定だったが、叶わなかった。選挙後の2013年より、最高位戦クラシックの名称が、飯田正人敗最高位戦クラシックと改められた。基本に忠実で、攻め時とやめ時の判断が巧みであった。リーチをかけて、つも数量という重厚なスズメ風で、手役よりもよ。 形を重視する。そのため、7イツなどの具形上がりは好まない。統一系になったら、崩すほどで、順目が深くなりすぎると不利を選択するくらいであるが、どうしても7イツになってしまった場合は仕方なくは、了する。しかしながら、口述する三色同順は、両面待ちの場合は良形であるがあまり狙わない。モンドマージャンプロリーグでの対局でも三色同順を、 狙わない手順があり、解説をしていた土田交渉は、飯田さんにはこういう切り方をするので三色の神様は、微笑まない。代わりに、平和の神様が微笑むと評した。一方で、一度流れをつかむと話さない、強さも合わせ持ち、土田は、飯田との対局を解雇した際、飯田さんのリーチに、怖さを感じたとも評していた。 第5回モンド21王座決定戦では、最終第4戦南3局まで優勝を濃厚としていたが、南4局1本場で、親の泉由紀子が3倍満をつも上がりして逆転され、準優勝に終わった。しかし、この壺で、飯田は、泉の数両敗であったを止めて、宝珠を回避している。全局終了時の点数状況は、以下の通り、南局本場、 四巡目に、飯田が手出ししたを泉がポン。その後、七巡目で、泉は、天配する。一方、泉が天廃した七巡目における、飯田の手配は、以下の通り。この後、次順に、泉の数両配であるを引いてきたが、これを切らずに宝珠を回避した。結局、飯田は泉が、ドラノを暗換したこともありを手放すことはなく、泉の都も上がりとなった。 泉が転廃した時点では、飯田から泉の手が高く見えなかったこと、飯田の手配が単ヤを向きである上におっポンされたためが使いにくいこと、さらに点数に関係なく、飯田が自ら上がれば優勝が決定する状況であったことから、解説の梶本もくほどと、馬場雄一は飯田がを掴めば放獣するだろうと話していた。飯田は実際にを掴んだが、これを止めた際、馬場は、 これもすごい。梶本は、マジっすかと教嘆の声を上げていた。なお、飯田は対局後に、泉賀を、ポンした時点で、は切れないと判断し、和ズへは向かわず実局勝負と決断したと、コメントしていた。ありがとうございます。